ある日突然絶大な権力を手に入れたとしたら諸君は何をするだろうか。遡ることおよそ1800年前、西暦217年の古代ローマでは新たな皇帝がわずか14歳で即位していた。皇帝の名はヘリオダ・バルス。後世において史上最悪の皇帝と称された人物だ。彼の悪行の一つに宮殿を召喚に変えたというものがある。しかしそれはヘリオガバルスが女性と交わるためではなかった。なんとヘリオガバルスは男性でありながら娼婦に扮し、召喚に来るたくさんの男性とみだらな行いをしたんだ。しかもヘリオガバルスは既婚者であり、夫ではなく妻を名乗っていたという。夫はヒエロキリスという男性だった。そんなある日、夫ヒエロキリスはヘリオガバルスの不貞を知ってしまうんだ。激高したヒエロクリスはヘリオガバルスの方を殴りつけた。するとヘリオガバルスはこう叫んだ。ああそうだ、私はひどい妻だ。だからもっと殴って。ミッドナイトムーンプレゼンテッドバイアルゴミトリ。まだもあぜん、つけたらす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣でっぞ、言うの。闇人形のヤミルですわ。皇帝といえば皇帝ペンギン、かわいいですわよね。実はペンギンの足はすごく長くて常に曲げた状態なんですって。どうしてそんな辛い姿勢で生活してるのかしら。もしかしてド M？あれは素早く泳ぐための進化であって性癖のせいじゃないよ。というか今日の話はペンギンじゃなくて人間の皇帝の話だから。残念ですわ。さて今宵紹介するのはローマ皇帝ヘリオガバルス。後に史上最悪の皇帝と称される彼は若干14歳で皇帝に即位した。そんな若さでヘリオガバルスが皇帝になったのは、とある者たちが裏で謀略を巡らせていたからなんだぞ、言うの。ヘリオガバルスの反乱。遡ることおよそ1800年前の西暦203年、中東のシリアはエメサという場所で後の皇帝となるヘリオガバルスは誕生した。ヘリオガバルスの母は当時のローマ皇帝カラカラ帝のいとこユリア・ソエミアスであり、ヘリオガバルスは皇帝の一族だったんだ。幼少期に母方一族のなりわいである神官として育てられたヘリオガバルスはエメサ到着の太陽神ヘリオガバルスの司祭を務め、自らの通称とする。ヘリオガバルスは男性ながら幼い頃から非常に美しい容姿を持ち、生まれが違えばローマ一番の美女と言わしめるほどだったという。そんなヘリオガバルスが13歳になった西暦217年、転機が訪れる。カラカラ帝が暗殺された。残虐で浪費家だったカラカラ帝は自らの弟のゲタ帝とその一派2万人を殺害した。それらの暴政が原因で元老院の信頼を失い、クーデターを起こされたんだ。暗殺？穏やかじゃないですわね。そのカラカラ帝ってこと嫌われていたんですの？まあかなりの暴君として有名な皇帝だったからね。ちなみに紀元前27年から500年続いた古代ローマの皇帝たちの死因は約2割が暗殺だったらしいから、暗殺自体は珍しくなかったみたいだね。盛んすぎですわ。皇帝が亡くなった場合、通常はその子供が後継者として即位するが、カラカラ帝には子供がいなかったためクーデターの首謀者が即位した。新たに即位したのはカラカラ帝の近衛隊隊長を務めていたマクリヌスだ。マクリヌスはカラカラ帝の一族が復権できないよう宮殿から追放し、ヘリオガバルスたちをシリアに幽閉する。しかしヘリオガバルスの祖母であるユリア・マエサが一族復権のためにヘリオガバルスを帝位につけることを画策。ヘリオガバルスの母ソエミアスと協力して次のようなことを公言した。私の娘ソエミアスはカラカラ帝の妾でした。つまり私の孫のヘリオガバルスはカラカラ帝の後継者です。これによりヘリオガバルスがカラカラ帝の息子だと嘘をつき、帝位継承の正当性を解くことでローマの第三軍団の買収に成功したんだ。孫を皇帝にするためとはいえ大それた嘘をつきましたわね。それだけなりふり構っている状況ではなかったのかもしれないね。翌年の218年、ヘリオガバルスは祖母と母から後押しを受ける形で軍を引き連れてマクリヌス帝へ反乱を起こす。一方で反乱に対抗しようとしたマクリヌスだったが、その少し前大国パルティアと屈辱的な講和を結んだため軍隊から信頼を失っていた。そんな時期にヘリオガバルスの反乱が起きたため、鎮圧のために送った遠征軍は離反してヘリオガバルス側に寝返ってしまう。さらに祖母マエサによりローマの第二軍団も買収され、裏切られたマクリヌスは捕らえられて斬首刑となったんだ。こうして祖母マエサたちの目論見通り、ヘリオガバルスは14歳という若さで皇帝へと即位した。しかし元老院の許可を得ないまま皇帝即位の宣言をしたため、ヘリオガバルスは元老院から反発を受ける。ところがヘリオガバルスが元老院に対しある発言をすると、元老院はヘリオガバルスの即位をすんなり受け入れたんだ。その発言とは、ローマの政治をアウレリウス帝の頃に戻します。ちょっと待ってくださる。言葉の意味が全くわかりませんわ。アウレリウスって誰ですの？
そもそも元老院って何なんですの？おっと失礼。確かにいろいろと説明不足だったね。ではここでミッドナイトキーワード、元老院とアウレリウス帝について。古代ローマにおける元老院とは国の統治機関のこと。貴族の代表たちが集まり話し合う、現代でいう国会のような場所だ。特に1世紀末から2世紀末までのローマは御憲帝時代と呼ばれ、元老院と皇帝が調和して安定した皇帝政治を行ったとされている。具体的には養子皇帝制を採用し、元老院が選んだ優秀な人物を次の皇帝に指名することで世襲による皇帝政治の悪化を防いでいたんだ。そしてアウレリウス帝とは御憲帝時代の最後の皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌスのことを指している。ミッドナイトの諸君も一度は名前を聞いたことがあるかもしれないね。しかしアウレリウス帝の死後、皇帝政治は再び世襲制に戻ってしまい、元老院をないがしろにする皇帝によってたびたび悪政が敷かれていた。つまりローマの政治をアウレリウス帝の頃に戻すということは、以前の元老院中心となる安定した政治に戻すということなんだ。なるほど、つまり元老院に取り入ろうってことですわね。美少年で頭も回るなんて素晴らしい皇帝ですわね、ヘリオガバルス。私も人形としてお使いするからご褒美くださいな。現金だね、ヤミリ君。私は君の将来が心配だよ。しかしヘリオガバルスは本当に素晴らしい皇帝だったのだろうか。どういうことですの？実はヘリオガバルスが元老院に取り入るような発言をしたのは決して本人の意思ではなかったんだ。しかも皇帝になったヘリオガバルスはここからとんでもない本性を表していくんだぞ。言うの？異常すぎる性癖。ヘリオガバルスが元老院に取り入る発言をしたのは主に祖母のマエサによる口添えだったんだ。そもそもヘリオガバルスはこれまで政治など学んでおらず、母と祖母の影響下で神官として育ってきた若者だ。ヘリオガバルスはただ祖母たちに言われるがまま皇帝になり、言われるがまま母と祖母を元老院に組み込んで実権を握らせた。そう、ヘリオガバルスは彼女たちの傀儡皇帝であり、最初から自分で政治を行う気がなかったんだ。おばあ様たちの操り人形ってことですの？でも考えてみればそもそも発端はおばあ様たちでしたわね。神官の仕事しかしてこなかった若者がいきなり皇帝になっても当然政治なんてできるわけがないからね。皇帝即位を宣言した後、ローマに到着したヘリオガバルスだったが、その姿を見て国民は騒然とする。ヘリオガバルスは司祭の服装に腕輪などアクセサリーをふんだんにつけ、頭に冠をかぶった上に女装するという珍妙な格好をしていたんだ。当時のローマでは王政が廃止されていたため王の存在は許されず、故に王の証である冠をかぶることは許されていなかった。また皇帝には常に男らしさが求められていた。そのため皇帝が女装するのは論外として国民から大賓縮を買ったんだ。だがヘリオガバルスは、私は皇帝だ、どんな格好をしようが私の自由だ、我関節といった具合に己の自由と欲望のままに振る舞ったんだ。そんなヘリオガバルスも後継者を作ることは重要だと考えており、結婚して跡継ぎを作ろうとした。しかしこの結婚事情がまたひどいものだった。ヘリオガバルスは生涯で4回女性と結婚するのだが、いずれも長続きしていない。一人目の妻は有力貴族の娘で、豪華な結婚式が設けられた。ところがヘリオガバルスの求愛が激しすぎて、それに妻が耐えきれず離婚。二人目の妻は女神ウェスタに仕える巫女だったが、純血を怪我して無理やり結婚したにもかかわらず半年ほどで離婚した。三人目の妻は御憲帝の一人アウレリウス帝のひ孫で、その夫を処刑して無理やり結婚するが、結婚した年のうちにまたしても離婚。その後再び二人目の妻とよりを戻して再婚したものの、結局はすぐに離婚してしまう。なんとヘリオガバルスはわずか2年間で4度も結婚と離婚をしたんだ。そして5回目の結婚の時、ヘリオガバルスは隣にいたあるものを指さして言った。私はこのものと結婚するぞ。ヘリオガバルスが指名したのはヒエロクリスという奴隷、しかも男だった。5回目の結婚相手は男性で、ヘリオガバルスは夫ではなくその妻になったんだ。どういうことですの？ちょっと理解が追いつきませんわ。女性と4回結婚して5人目の相手は男性で自分は妻。イアミリ君が混乱するのも無理はない。実際ヘリオガバルスのこれらの行動はかなり突飛だった。だがヘリオガバルスの行動はさらにエスカレートするんだ。皇帝に即位した際に女装していたことや妻を名乗ったことから、ヘリオガバルスは現代でいうトランスジェンダーだった可能性が高いんだ。古代ローマでは男色は一般的なものだったが、男性が女性になりきることは忌避され、逆もまたしかりだった。そういった振る舞いをすれば当然国民は不満を抱くが、ヘリオガバルスは欲望のままに振る舞い、さらに奇行に走った。私は女性だから女湯に行くぞ。ヘリオガバルスは従者の女性たちと女湯へ行き、女性のように会話したり一緒に脱毛をしたり、果ては淫行を行ったんだ。女性と交わったのは夜の営みの参考とするためだというが、ヘリオガバルスの奇行はこれにとどまらなかった。驚くことにヘリオガバルスは皇帝の宮殿を売春宿にしてしまった。
だがそれはいつでも娼婦を買えるようにするためではない。なんと彼は娼婦たちの中に混ざって男相手に体を売り始め、自ら不死だらな女を演じることを望んだんだ。この皇帝のくせに淫乱女め。妻の不貞を知った夫のヒエロクリスはヘリオガバルスを罵倒して殴った。さすがに夫に咎められれば止まるかと思いきや、ヘリオガバルスはもっともっと殴って。夫に殴られてとても喜んだという。そう、ヘリオガバルスはド M でドインランのド変態だった。どんな生活したらそんな性癖に目覚めるんですの。もしかしてヘリオガバルスが信仰していた神様ってエッチな神様だったのでは。きっとそうですわ。不潔ですわ。落ち着くんだヤミリ君。確かにヘリオガバルスが信仰した神は両性を持つ太陽神だったけど、ヘリオガバルスの場合はただ性癖が特殊だっただけだから。シンプル変態。性癖に罪はないかもしれないですけど。やがてヘリオガバルスに対して国民は不満を抱いていくのだが、それでもヘリオガバルスの気候はとどまることを知らないんだぞ。加速する気候。さすがにヘリオガバルスの気候を見過ごせず口を出す者もいた。ヘリオガバルスの家庭教師だ。淫行を繰り返し毎日遊んでいたヘリオガバルスに家庭教師は次のようなことを言ったんだ。アウレリウス帝の頃の政治をなぞるなら、それにふさわしい皇帝になり自制するべきです。若き皇帝を導く者として当然の助言だろう。しかしそれが気に入らなかったヘリオガバルスは家庭教師の首をはねた。ヘリオガバルスには自制心というものが存在しなかったんだ。そしてヘリオガバルスの気候はさらにエスカレートしていく。ヘリオガバルスが宮殿へ客人を招いた時のことだ。広間を大量のバラの花びらで埋め、客人たちをその花びらの中に埋めた。そしてヘリオガバルスはそのまま客人たちを窒息死させてしまったんだ。バラで窒息。控えめに言ってやりすぎですわよ。性癖じゃなく倫理観もバグり散らかしてますわね。もっともこの話はローレンス・マルタ・タデマの絵画ヘリオガバルスのバラにちなんだ逸話だ。実際にやったかどうかは不明だけど信憑性は高いとされている。ここまで散々欲望のままに振る舞ってきたヘリオガバルスだが、この後ついに一線を越える所業を犯すことになる。ヘリオガバルスは自らが信仰する太陽神の神殿ヘリオガバリウムを建て、その太陽神をローマ神話のユピテル、すなわちゼウスより上位にしてしまう。当時のローマは数多の神々が信仰されていた時代で、どれか人柱の神を他の神々の格上に位置づけることはタブーとされていた。さらに太陽神を祀る神殿でヘリオガバルスはなんと割礼の儀を受ける。要は自分の弾痕の余った皮を切除したということだ。女性になりたいヘリオガバルスはおそらく弾痕を切断したかったのだろう。しかし後継者を残す必要がある皇帝としてそれは許されなかった。そしてヘリオガバルスは神殿に楽器を打ち鳴らす怪しげな女の一団を連れ、全裸で神殿の周囲を踊りながら香を焚きハイな状態になる。そうしてハイになったヘリオガバルスは何の罪もない少年を殺して生贄にした。こうしたヘリオガバルスの気候の積み重ねによりローマ国民のみならずローマ軍も次第に不満を抱き、怒りの声を上げ始めたんだ。罪のない少年を生贄にするなんて言語道断。こんな皇帝に国を任せられませんわ。とっとと引きずり下ろさなきゃダメですわよ。おそらく当時のローマ国民たちもそう思っていただろうね。そして案の定彼らの不満は爆発することになるんだ。最後はヘリオガバルスがどのような結末を迎えるのか、そのきっかけと末路について見ていこう。ヘリオガバルスの気候や民たちの抑えきれない不満を見た祖母のマエサは早くもヘリオガバルスに見切りをつけ始めていた。マエサはヘリオガバルスの従弟であるアレクサンデル・セベルスを次の皇帝にしようと考えて、アレクサンデルを副帝に位置づける。すると真面目で人格者だったアレクサンデルは民からの人気を一気に集め、それを見たヘリオガバルスは地位を取られると思いとても焦った。そこでヘリオガバルスはアレクサンデルを幽閉。姿を消したアレクサンデルについて民たちにこう告げた。アレクサンデルは急死した。当然これは嘘であり国民や軍も分かっていた。そしてこれこそがヘリオガバルスの最大の失敗だった。この嘘がきっかけとなって激怒した軍が反乱を開始。慌てたヘリオガバルスはすぐにアレクサンデルを解放するが、それでも反乱は止まらなかった。結局ヘリオガバルスは捕まり首を切り落とされたんだ。処刑後遺体は市中引き回しの上で切り刻まれ川に捨てられたという。こうしてヘリオガバルス帝の治世はわずか4年で終わりを告げたんだ。ヘリオガバルスの所業を見ればまさに史上最悪の皇帝と言うべきだろう。最後にとある歴史家の言葉を紹介して今回の話を終わりにしよう。ヘリオガバルス帝の歴史は最悪の一言で語ることすら苦痛である。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。翔くん無理せずでいいんだぞ。してよしてよ。おい落ち着くんだぞ。ヤミリくん、ヤミリくん。